ピアノ上達のためには曲を読み解く読譜力が大切になってきます。ピアノ曲は実に複雑、フラットシャープの多いこと、調整を判別し、いかに心からメロディーを奏でることができるか、これは一曲一曲丁寧に仕上げる、とっても困難ですが、練習すれば自信になるんです。つむぎ歌をお届けいたします。ピアノの表現力、楽しさから引き出しがたくさんございます。コード奏法で楽しく弾き歌いができる、初見で弾ける、転調してドミナントを2-5 に置き換えて弾く技術。ピアノ上達には何が大切かと言いますと、初見力、まずは初見力に読譜力が身につくことで、どん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 表現力もアップします。第二に聞く能力です。どんどんメロディーをドレミの音名で歌いながら弾くことで、日頃聞いたことのある曲を耳でコピーして楽譜に書くことができるようになります。先生もいろんな曲を耳コピーで楽譜にすることがありますが、日頃いろんな曲を経験することで
いろんな曲が書ける楽譜にすることもできるんです。小さなことをコツコツと、基本まずは初見に曲を読み解く努力、プラスアルファ自信を持って正しい姿勢に手首や肩の力を抜いて、お化けスライム柔らかな曲を弾くときは、手首の力を抜いてプラプラ柔らかく柔らかくしなやかな手首をイメージして脱力をしてみてください。硬かったら緊張していてはピアノも上手に弾けません。リラックスが一番なんです。みんな緊張させてはいけません。そうそう、もうちょっとこういう風に表現したらもっともっといい音色で弾けるわよとアドバイスができる能力が必要になってきます。平音記号の音を外す、これはしよらよときちんと少しずつ直してあげることも時には大切になっていきます。縦横無尽に弾くだけでもピアノは上達しないのが現実なんです。少しずつ平音記号の位置、トーン記号の位置、実に音域の広い範囲をカバーしますが、簡単な曲をまず丁寧に弾いて変奏ができる、アレンジができる、一曲一曲丁寧に弾きこなす技術を少しずつ身につけることで、どんどんいろんな曲を表現することができます。諦めない心、生徒さんの一曲でも弾けたら褒めて伸ばす、あら今週はよく頑張ったわね、一曲先週よりも上手になったわ、すごいわねと褒めることで、どんどん子どもたちも弾いてきてくれるようになります。まずは練習しなさいというよりも、1日できるときに5回だけやってみたら、5分だけ弾いてみたらというふうな声掛けをしてあげることが大切だと思います。無理に練習しなさい、しないからピアノはもうどうするでは困ります。個人の能力をきちんと見極めて、弾いてみたいアニソン、童謡、手遊び歌、季節の曲など臨機応変に弾かせてあげることも大切になっていきます。今は特に外と中の気温差は子どもたちにも大変な時期だと思います。ウイルスによるいろんな病気、子どもたちも傷であったりかぶれであったり、いろんなことを経験しておられると思いますが、まず優しくサポートしてあげることも大切になっていきます。確かな技術のためには、的確なアドバイスができる自信を得るために、人は練習も重ねます。人に優しく、無理をさせない完璧主義も大変です。少しぐらい間違ったら今度直せばいいんです。少しミスしたらもう一回弾けばできるんです。それではまた明日もご期待ください。僕たち毎日絶好調だね。そうだそうだ、毎日先生も大活躍よね。そうだそうだ、まったくだ。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。
少しずつ頑張る気持ちに上達してみたいわ、弾いてみたいわ、もっと上手くなりたいわという気持ち、向上心がピアノ上達にもつながります。それではまた恨めしや幽霊が出すご飯屋さんのこと恨めしやと言います